さあ始まりました。はい、達也と大館家の塩通し第25巻。やった、イエーイイエーイ。25巻です。はいね、25巻。まあ何の考えもないです24+1です。そうですね、はい、いやー、先週でもね、これ1週間後の配信とはいえね、はい、実は収録そんなに日経ってないんですよね。そうですね、もうなんか、まあ、日本撮りとは言えないけど、うん、ほぼほぼ数日しか経ってないの で、 そ、 うです、ね、そんなにトピックもね実はなかったりするんですけど、そうです、ガルベス、ガルベスいいですか。いや、はい、どうぞ。あのね、はい、花粉の、はい、ピークがほう杉からほうヒノキに変わったんですよ大体これぐらいの時期にヒノキが強くなってくるんですよ。だからちょっと僕も症状軽くなってますよっていう報告です。あ、ね、はい、あ、マシになったっていう、僕はね、報告で。僕は杉の方が強く出る気がするんですよね。それやっぱ人によって違うんですよね。みたいですよ、その肩というか、うん、タイプ別で、うん、杉の方が俺はきつい。 あ、きついんや、うん、なんか症状も変わるみたい。杉の時はくしゃみがいっぱい出るけど、うん、ヒノキの時は目が痒くなる方が強いとか。はい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 。こんなにもないものかな、興味。こんなにないことあるかな。いや、いかんせんね。まあね、まだデビューしてないんですよね、僕。いやから、まあガルベスで放り込んだんですよ、ね。そういうことですよね。本編ではもう絶対これ何にも響かないと思ったから。いや、まあ大館さんの。いや。体調が本当にね、まだマシなのであれば、まあもうそうですよ、それはもうそんな、もうそれにつきますよ。なんだよなんだよ、マシなことに越したことはない。いや、そうですよね。いや、それなら良かったですよ。ただね、もう市販、これ言ったかな、市販の薬を今年から飲み出したから、うん、もう喉が乾いて、らしいですね、うん、ただ全然症状出へん。ああそう、うん、そのくしゃみだとか目が痒くなったりだとか、うん、ただやっぱそんだけ水分取るから、うん、夜中にトイレ行って、うん、でも結局喉も渇いてるからまた飲んで、うん、っていうのはやっぱ 2,3 回あ一晩でありますけどね、ちょっと、うん、なっちゃいますか、うん、はいや、でもそれでも収まる方が楽でしょ。全然いい。特に制作って、うん、集中できないですもんね。集中できへんから、うん、だからそれはもう絶対その方がいいね、うん、いや、それやったらよかったですよ。という冒頭から失礼します。ガルベスでした。いや、よかったです。今週のガルベスでした。よかったです。はい、まあこの数、先週の24巻から数日しか経ってないんですけど、うんな、うん、なんかありました？あなたイベントはあったんじゃないですか？イベントやったんじゃないですか？なんなんその言い方。なんかなんか形容しにくいけど、そのなんかキャラ乗せたよ今。何ですか？何ですか？イベントやったじゃないですか？なんでちょっとキャラ乗せてるよ、ね。今のはちょっと思ったけど。うん、いやいや、まあまあ、はい、ありがとうございます。あの、まあ、1回、でその月1回、うん、あの、グッコー、まあ。グッコーやってます。ね、はい、うん。はい。どうでした？いや、まあ、相変わらずもう7年とかやってるんで。そうですね、長いですよね。ただ、本当に音楽好きレコードコレクターが集まって、うん、ああだこうだけんけんがくがく、はいはいはい、最後は酩酊っていうただ、ね、はい、でそういうのもあれじゃないですか、いいんじゃないですか、ユーキッスのファンの方々も遊びに行って、大館さんのね、タイガーマスクを脱いでる大館さんをまあでもそこではもう本当に数ですから、うん、やっぱね、ちょっと真面目な話になりますけど、うん、あれ月1回あんので、僕すごくリフレッシュなんですよ。それいいことですよ、うん、本当にただ音楽だけっていう空間になるんで、うん、それはすごいいいことだ、うん、そうなんですよ。電話大丈夫ですか、はい、電話になってますけど大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ。僕はあれですよ、フットサルをしてきましたフットサルね、フットサルフットサルを、うん、フットサルをしてきたのね。フットサルを大雨の中、うん、はいはいはい、雨降ってたんですよ。雨降ってたんや、ちょうどあの日、はいはいはい。で、まあ、うちのスタッフ、うん、しかり、あとはアーティスト仲間、うん、まあ最近こっちでね、家も近いいう話してたじゃないですか、遊んで、なんか家出てどこで
遊んでんの、はい、って言わ遊んでもらってる、まあ、ジェイド君とかね、とかその仲間の先輩らとか、うん、あとこっちで仲良くなった後輩らと、うん、13人ぐらいかな、13、4人で、あ、じゃあ結構集まったね。そう、うん、やってきたんですけど、うん、もうびっくりするぐらい走れんくて、うん、もう一番僕が、え、これガチ で、 なんで、いや分かんないですけど、ガチで10分ぐらい、開始10分ぐらいでも吐きそうなって、うんうん、トイレ駆け込み、え、トイレに行く、それも本気で吐きに行ってるやん。そうそうそう、で、まあ、もちろん吐いてないですけど、うん、ちょっと休憩し、うん、で言うてもみんな別にガチじゃないから、うん、体力もそんなないわけですよ、うんうん、だから6対7やったんかな、うん、だから5人が試合出て1人サブじゃないですか、うん、で相手チームが7人やったか2人サブなんです、うん、でこっちのチームは6人、うん、で俺はもう開始10分で、うん、すいませんと、うん、ちょっと交代してくださいと、はいはいはい、変わってもらい、うん、まあまあ、それぞれこうバランスよくこうちょっと疲れたら交代していこうみたいなことなんですけど、まあもういかんせん僕がトイレにおるんで、それあのそれもう深夜3時ぐらいの飲み会やん、あいつトイレから出てこへんなっていうパターンのやつやん。そうですよ、もう代わりに皆さん日中の土砂降りの中それないよ、あいつトイレから出てこへんなって会話はほんまそうですよ。へえ、もう先輩もジェイド君同じチームやってとか、うん、うちのスタッフも同じチームやったんですけど、うん、みんなそんな別に運動してるわけじゃないのに、うん、もう僕が出れないばっかりに、うん、もう皆さんずっと、はいはいはい、出てもらって、あ、そうか、6人やからってことね。そうです、もう海外がいない、実質5人ってことね。そうそう、実質5人、はーはー、実質5対7ですよね。そういうことやね、もうもはや僕いないんでで戻ってきて1回目ちょっと落ち着いて、うん、あ、これいけるかもと思って、うん、もう1回出たんですよ、うんうん、で調子乗ってまたバダーって走るわけですよ、うん、で点数決めて、うん、イエーイってこうテンション上がってハイタッチとかしてるうちにまただんだん吐きそうになってきて、でまたトイレに駆け込むっていうやっぱね、運動せなダメですよ。だってさ、裏方の人たちの方が、いや、そうなんですよ、体鍛えてないでしょ。そうなんですよ、あなた何やかんやで、ね、そうなんですよ、走ったりとかまだしてたやん。そうなんです、ここ最近結構引きこもりやったでしょ、うん、それで落ちたのかな、落ちたのかもしれない。へー、結構もう俺はあの日ね、結構制作物が溜まってて、そうそうそう、あなたもね誘ったんですけどね、サッカー経験者やし、うん、右サイドバックで出てもらおう思ってね。だからね、右サイドバックじゃないからね僕こんな足遅い右サイドバックはもう成立しないよ本当に出て欲しかったんですけどね、えちょっとね、いや次もまたやるんで、あ、やるんや。で、あのユニフォームを作ろうとありがちありがちそれフットサルでなんか集まったさ言うんやん、みんな。いやもうとりあえずサンチャ FC かなんかマジで、そう考えようかなっていう。もうジェド君に至っては、うん、もうその日のために、うん、ユニフォームも全部揃えたんです、買ったんですよ、わざわざ。ほう、カモスポーツ行って、うん、なんかそれは大阪に全部ユニフォームとかその足靴とかシューズ、俺もそうやね、一式置いてると、うん、だからこっちにないから、うん、その日にわざわざ渋谷に行って買いに行ったらしいんですけど、はい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 、もうユニフォーム作るんでもそれは着ないでくださいっていう先輩に対して、やばいやばいそれ結構フルで揃えたのに、フルでもう全部全身色もちゃんと、へえ、コーディネートもして、コーディネートもしたのを見て、うん、もうそれ着ないでくださいねってまあユニフォーム作る言われたらそれも着られるな、そうでしょ、もうそれしゃあないでしょ、ああああ、であなたも次はちょっと参加してください、ね、マジっすか、了解です、わかります。どこでやったの、八幡山、おお、どこそれ、どこや、あれ、まあ下北のもっと向こうなのかな、あー違うか、へー、そう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 、はい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 、まあでもいいっすよ、体動かすの、まあいいよ、いいよね、うん、ぜひやってください、まああったかくなってきますし、ね、いや、そう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 、はい、やりましょう、はい、ということで、はい、お便り、はい、行ってもよろしいですか、行ってください、あーちゃん、はい、こんばんは、いつも仕事し楽しみに聞いてます、4月になりましたね、4月はいろんな出会いがありますね、人は必要な時に必要な人と出会うって聞きます、私もつくづくそうだなと思う出会いがありました、心に残る出会いについて話してほしいな、なるほど、というトピックをいただきましたね、トピックをいただきましたよ、はい、まあ、とりあえず1回ざっと、はい、ムー、先日はお食事ご一緒させていただいて素敵なお花をプレゼントしてもらって、達也さんと出会ってもう二十数年も経っていて、そんな私卒業、退職に際してこんなに素敵な お心遣いをいただいて、本当にありがとうございました。
あの時話題の提供を求められてたんやね。ここ最近は保育園を離れる寂しさやら、子供たちの成長ぶりへの喜びやら、いろんな人たちのお気持ちへの嬉しさやら、思い出に浸る懐かしさやら、ちょっとした出来事への悔しさやら悲しさやら、長い間の充実感やらで涙涙涙線緩みっぱなしでね。そこで達也さん、亮さんにお尋ねします、はい、涙の種類とか涙の温度の違いとかを感じたことってありますか。男性なので人の前で涙することって少ないと思うけどという、はい、これ僕 の, あの保育園の時の先生です ね、この間先週話した時にあの僕が先生にちょっとお題とか聞いてくれてるの分かってるから、うん、お題とかっていうふりをしたって話したでしょ、はい、あそうなの、うん、あそうやったっけ、そう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 、はいはいはい、でそれのことです。なるほど。で先輩大好き子さん、うん、ピータタ、あーやっぱ心ないファラオ、うん、ゲンスンさんお疲れ様でした、ファラオを手なずけるの大変だったことでしょうね、新しい方はまずファラオの好みの自ら覚えやなね、先日冷たいファラオに寂しさを感じ元彼に会いに行っちゃいました、周りの暑さに圧倒されながら数年前の自分を見ているようでした。ファレオ早くビッグになって燃えさせてという。冷たいんですか僕。これは5時ですか。ファレオはファレオはね多分5時だと思いますよ。5時ですかこれは。多分5時だと。あなるほど。はい、ロイヤルコンフォート塩年ももう24巻ですか。僕ら結局真似してロイヤルレディをやろうとか言ってたんですけど結局口だけですという。これは誰が書いてるんですか。これはね多分 KI ですね。あですよね多分ね、この言葉のタッチはっぽいですね。はい、うん、ということで最初の方からいきますか。大事な出会い。なるほど。大事な出会いというか何なんでしょう。心に残る出会い。はいはいはい。まあ友達とかはまあもちろんとして、うん、僕ね結構先生とかの運ってあるじゃないですか、うん、なんかその巡り合わせですか。そう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 、うん、結構ねなんかこうどっちかって言ったらおとなしくはない方やったんですけど、うんうん、先生とかに、うん、なんていうんですかもうお前はっつってこうあるじゃないですかそういうの。なんか同じ悪いことをしてても、うん、あ許される。そう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 キャラで許されるね。そうそうそうとかなんかちょっとこうクラスに先生の言うことを聞かん子がおったりとかして、はいはいはい、先生が手焼いてたり、うん、他人の先生が手焼いてたりとかしたら、うんうん、ちょっと頼むわみたいな。はい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 。彼もちょっと頼むわ言って。はい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 。っていう役回り。そうそう。はいはい、わかったわかったやるやるわ、うん、って言って。うんうんうん。なんか先生とかの結構巡り合わせというか、うん、心に残るっていうのは出会い大事、うん、大きいなんかそういうターニングポイントになるような出会いってこと。そう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 、うん、卒業もちゃんとできてさせてもらったりとかも、うん、そういうのもやっぱ先生のあれはあるんで。なるほどなるほど。あなたはあのでも確かにありますよ、忘れられない、うん出会いっていうのは、うん、その時その時でありますね、うん、やっぱりそこで人生が今思うとガクンと変わったなと思うのは何個かありますよ、うんうん、ありますよね。ありますあります。なんかその時はうわもう正直ね、うん、うわめっちゃ嫌やわとか、うん、この人嫌やわとかね、うん、思ってるような人でも、うん、やっぱ後々、うんそれがこう身になってたりとかね。あるある、うん、あるね。うんありますもんね。ある、うん、やっぱこういう業界でこうやり始めの時とかって、うん、先輩とか、うん、すごい厳しかったりしたんですよ、うんうん、でもう何のために歌やってんねんぐらい、うん、言われたりもしてた時とか、うんうん、でも今思えばああやって言ってもらってよかったなとか。うんなるほどね。うん僕は結構もうそのまま運命的な出会いとは言えないけど心に残る出会いの人はやっぱり長く続いてますね。うん今でも連絡取り合うし。うん、ね、まあそうっすよね、うん、確かに、うん、まあでもこういう職業柄というか、うん、なんか仕事っていう感覚じゃなく、うん、まああなたもねそのユーキッスのファンの方々とこう、うん、ツイッターとかもろもろでこう交流したりしてるじゃないですか、うんはい、でまあこういう塩出しもそうですし、うん、僕もこうブログとかやったりとかライブとかでファンの人とか、うん、こういろんな人と絡む機会が多い職業柄ね、うんうん、多いから、うん、それは本当になんかなかなかないじゃないですか。ああなるほど。出会う数で言えば、まあ、やっぱりなるほど、何かこう普通の職業のサラリーマンの方とかやったら、うん、こうお得意先のとか、うん、付き合いが長くなるとかね。そう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 そ
うん、まあだからその中でこう自分を応援してくれてる人たちとの出会いとかって、うんうん、それがこう全国に、そうよ、うん、そうよ本当に、そうだからそれをまあ踏まえののさっき、ファラオが冷たいというね、うんうんうん、先輩大好き、あるでしょ、それはもっとこうなんていうの、会える機会を作ってくださいってことでしょ、そう、うん、それはもう会社に言おう大阪でみんなで言うの大阪でのライブをね、増やしてくださいってこと、まあでもほんまに3月ちょっと前までずっともう今年入って制作でね、うん、ずっとあなたも知ってくれてると思いますけど、うん、やってたんで、うん、もうやっと落ち着いたからちょっと大阪でのライブももう今動いてますね、はい、ちょっとねもうまた近々発表させてもらうんで、人前に出る機会をちょっと増やしてね、はい、そう、うん、やっと動けるようにちょっとなってきてるんで、なるほど、はい、でまあ新しい新しい方はっていう、新しい方はどうするんですかね、副社長ですよ、ああそうですか、はい、うちのね、でもここに来るわけじゃないでしょ、ここにはでもなんか一回行こうかなとは言ってましたよ、ああそうですか、うん、へえ、言ってましたなるほどなるほど、僕の好きな好みの水、うん、もう多分知ってくれてるんじゃないですか、うん、知ってるでしょ、うん、この元カレっていうのは誰なんですかね、先日冷たいファラオに寂しさを感じ元カレに会いに行っちゃいました、これからあるでしょ、前誰かの前そのライブとかに行ってた人ってことでしょ、これは誰なんですかね、ねえ気になる、逆に逆に、うん、うん、でまああとさっき言ってた俺の保育園通ってた時の先生が、うん、はい、今年の3月かだからもう普通もう終わったよね、この年度からもう退職されて、はい、でこの間大阪帰った時に、うん、母親と先生と3人でちょっとお食事に行かせてもらったんですけど、ね、なるほど、そう涙の種類とか涙の温度の違いとか感じたことってありますかって、はいはい、涙の種類とか涙の温度、いやでも僕は例えば、うん、ちょっとなんか仕事柄で言うならば、うん、自分のライブ、うん、自分のこう例えばワンマンとかさしてもで、うん、こううるっとは来ますけど、うん、それももちろんね、うん、うるっとは来るんですけど、うん、それ以上に、うん、例えば亮が有機質に変えたりとかしてるじゃないですか、うん、そういう自分も誰か違うアーティストが自分の曲歌ってたり、うん、それでこう周りが泣いている姿だったり、うん、感動してる姿を見る方が感動するんですよ、うん、いやそれは僕も結構逆に哲学的にしてて、うん、誰かの言葉で、うん、男は自分のために泣くなと、うん、人のために泣けと、うん、っていうのがあって、うん、それはできへん時もあるけど、うん、なんか実践しようとはしてるね、うんうん、いやなあんまりね自分のことで泣くっていうのはその別に僕ないんですけど哲学的なものも、うん、そう心がけてもないんですけど、うん、自分のことで逆にあんま泣けないというか、はいはい、あれなんじゃないやっぱりそのリアリティが逆にないんじゃないのかな自分のことやとのかな、うん、だからワンマンとかでも、うん、K とか、うん、僕以上に泣いたりしてるんですよ、うんうん、うちのスタッフもそうなんですけどなんなんそんなもんなんかな、うん、そんなもんなんじゃないやっぱ人のためにまあそれみんなやっぱ男性なんですよ、うんでも確かにあんまりそのそれこそメジャーでやってはるアーティストの人とか歌手の人とかで、うん、男性の人で自分のライブ中に泣いてる人って少ないかもしれないですね確かにね女性多いですよねよく見ますけどね確かに、うん、確かにそうやな、うん、あんまり自分のライブで泣くっていうまあ僕のね仲間内でもう草川俊とかはよう泣くんですよへでも泣いても歌えるんですよ、うん、あいつはへえ僕は涙流したら歌えなくなっちゃうんですよ、うん、唯一一回だけ泣いたんがあって、うん、歌いながらいとこのお姉ちゃんの結婚式で一番仲良かったんですよで一番年が離れてる一番上の姉ちゃんと一番下の僕 で一番仲良かったお姉ちゃんが結婚した時に、うん、そ何歳の時かな俺が26とか5とか、うん、多分そんな若くない年ですよ、うん若くないというか、3、4年前そう、うん、に結婚式で歌って、うん、泣いてもうたっていう何泣きやったんかよく分かんないんですけどね自分でもそれを歌えじゃあ歌えなかったのちゃんともう最後の方はもう歌えてないもうちょっとおえつになりかけぐらいの
初めてですね。じゃあそのお姉ちゃん嬉しかったね。嬉しかった、ね、でもお姉ちゃんも泣いてくれてましたね、涙の違いな。僕結構あんまりないですね、そこの差は。まあ男やからなのかもしれないけど、でも人前で、まあ、寮が俺泣いてる姿は想像できないけどね。うん、あんまり泣かない、ね、泣かないよね、うん、あんまり泣かないけどね。泣かない泣かない。うん、だから僕はあの映画とか見たらガンガン泣きますよ。あ、そう、うん、それはもう誰と見ててもその泣く、うん、あ、全然あの泣きますよ。そうっすか。はい、で笑われるっていうね。何泣いてんの、うん、言うて嘲笑ですよ。いやでもやっぱ年取れば取るほど涙腺は弱くなりますよね。なんかいきなり僕も来ましたよ、うんうん、いきなり泣く感じになりましたね。昔、うん、ほんまそんなことなかったのに、うんうんうん、やっぱね、あるんすかね、そういうのね。そうやろな、多分な。うーん、へえ。まあそんな感じですか。はい。で、まあロイヤルコンフォート、うん、視聴年ももう24巻ですか、うん、僕ら結局マンシロイヤルでレディをやろうとか言ってたんですけど、結局口だけですっていう、うん、まあ何を今さら書いとんのだっていう、ね、まあそれこそね、うん、まあ今日のこの収録の前に、うん、昨日か、ナオ君と、うん、ロイヤルが東京でライブで、うん、車で来てやって、うん、でまあ奈緒くんとも今回のこのプロジェクト、自分の曲の、うん、で一緒に作ってる曲もあったり、アレンジしてもらってる曲もあったり、はいはい、でまあライブこっちでやるっていうことで、うん、昨日見に行って、はいはい、見に行かしてもらって、うん、で今日さっきですね、はいはいはい、ちょっと機材のセッティングをうちに、はい、しに来てくれて、はい、で師匠としての収録の前で、はい、で奈緒くんが、うん、りょうくん会いたいって言って、はいはいはい、あ、じゃあ電話しますわ、はい、言ってんで三茶で僕ら先飯食ってての今なんですけど、はい、いましたね、はい、ロイヤルもいました。僕ねその話をしてて思い出しました。僕ね、はいはい、BGY に金貸してたわ。それ回収せなあかんかった、忘れてたわ。そんな話1ミリも出へんかったよな。うん、いや、いや俺は今日金取りに来ただけやでっていうかましをどっかで使おうとは思いながら忘れてた。忘れてたわ。まあでもこれ聞くと思うんで、もう完全に忘れてた。もう車の中かな、もう今高速乗ってますよ、乗ってるか。うーん、でもみんな疲れてたね、やっぱり。いやだって昨日の昼ついて、うん、そのままリハやって、うん、でライブやってで、うん、で夜飯一緒に食いに行って、うん、天一、うん、食いに行って、うん、でそのままあの人たちは大江戸温泉行ったんですよ、うん、でも僕は家帰って、うん、で朝8時に体感させられたんかな、起こされて、はい、うん、で僕ん家にはもう10時、三茶に10時とか10時半にはもう着いてたんで、うん、だから多分5時間も寝れてないんじゃないですか、ね、まあ僕なんかロイヤルのライブがあったことも知らなかったです。いやだからそれもね言ったんですよ、うん、僕その連絡あって、うん、まあそれもロイヤル以前に奈緒くんから聞いてたし、奈緒くんとそのもやり取りはしてたんですよ、うん、で、まあ、また言ってみたいな、時間とか分かったら言うわみたいなやり取りあって、うんうん、はいはい、で前日の夜、うん、イッシーからは、うん、KI からは電話あって、はい、明日行かしてもらいます言って、はいはいはい、でもしお時間あったら兄さん、達也さんもしあれやったら言って、うん、ああ全然全然行くよ、はいはいはい、っていうのはあったんですけど、はい、まあどっちかって言ったら、まあね、BGY 担当じゃないですかあなた。いやもうさ尺ですけどね。あんなやつを担当してると思ったら。あなた BGY 担当なんで、まあ、BGY で昨日合流して喋、うん、ってる時に、うん、もうナチュラル、もうナチュラルハイなんすよっていうのも何10分ぐらいで、そう寝てないからもう10分ぐらいで5、6回言ってて、もう分かったと、はい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 、でどうします言って、うん、今からライブ見に行くんやろ言って奈緒くんの、あ、はいはいはい、で、まあ、そっから喋って、っていうか亮はっつって、うん、亮さんね、うん、ほんますね。亮さん何してあるんすか。ええ電話しいよっつって、俺してないよっつって、うん、あ、行かしてみますわ、はいはい、でかかってきたでしょ、うん、で電話来て、なんてりょうっつって、うん、今日イベントらしいっす。俺が悪いみたいな。俺が悪いみたいな。今日イベントらしいっす。7年前からやっとるわ。7年前からな、7年前から第一日曜、まあ、日曜日変わったりしてるけど、日曜日やっとる。ここ3年ぐらい第一日曜や大体。りょうさんイベントらしいっすわ。ないんやないっつ。あ、そう、うん、なんかしゃあないな、うん、言って、はい、
で今日です。なるほどなるほど。いやもう全然知らなかった、ライブやってるのなんか。いや声かけてんのかな思ってたんですけど、ね、いや全然全然来てなかったですね。ほんまですか。はい、もう悠々コールも外しましたから彼に関してはそうですね。あなたね、まあ特にね、はい、多少そのラップというものの、ね、まあまあね、うん、なんかその先輩としてというかね、うん、いろいろ特にこういやまあ一時はもうついていきますって言ってたんだけどね、BGY もね連絡しますと、はい、で悠々コールあなた登録してたんですよ、ね、はい、そうですよ。もう僕から結構かけてたからね、はい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 、一時、うん、あれ安くなりますからね。そう、うん、でまあ東京大阪やったら多少高くなったりもするやろうし、うん、っていうことで外しちゃいました、うん、外しました。もう外して久しいですよ結構経ちました。もうお金のやり取りだけです彼とは彼とはね、彼とは本当に。あそうか。まあでも東京でライブをやるっていうのはいいことやもんね、絶対ね。日頃大阪にいて、うん、あのいわゆるなんかマーケティング的に言う客層っていうのは被ってても、うん、やっぱり絶対人種は違うし、うん、東京と大阪では、うん、確かに確かに、うん、でやるライブってのは絶対ちゃいますよね、うんうん、確かにとは思いますね、うん。いや面白かったですよ昨日。なんか久々に俺もライブイベントに行ったから、うんうん、ずっともこもりっぱなしだったし、うん、でいろんなアーティストを、まあ、行った時間から最後まで見てたけど、うんうん、面白かったですね。で最後のアーティストが生番やったんですよ、うん、どこでやったの。オークレスト、あのデュオの向かいのところ裏なんかな、横なんかな、はいはいはい、はい、うん、あのあそこやね、うん、へえ。なおくんのライブロイヤルのは結局間に合わなかったんで。あそうなんや。はい、うん、で直くんのライブ見て、うん、で他のアーティストのさんのも見てたんですけどね、うんうん、面白かったですよ、うん、で僕来週違うもう今週これ配信されるのが6日でしょの次の日か7日、うん、ライブじゃないですか。はい、時間帯がちょっとまだ聞いてないっていう、ね、だかんよ出番がね。まあ、あのブログでまあまあまあしますします、はいはい、夕方からそうかこれも6日なんか配信が、うん、あーそっかそっか。キラも出るんであなたも来るでしょ、ね、行こうと思ってますよ、うん、はい、それは来たってください、はい、もう時間はちょっと分かんないですけど。なるほど了解でした。はい、まあ結局今日はお便りとまあ BGY に尽きるかなそうですね、うん、まあなんか彼らもなんか今日いろいろ喋っててね、うん、何かことをやるとか言ってたね。うん、塩年に対抗してやる。まあほんま口先だけじゃないかと思ってるけどな俺はまあでも構成は KI がやるっていうことらしいから、ね、大丈夫かなほんまに。ちょっと俺は楽しみ個人的には、ね、あなた KI ハマってるからね。俺はもう KI KI ハマったね、うん、一番ちゃんと喋るいやもうその基準もおかしいけど、ね、ほんま一番ちゃんと喋れるって別にもうみんな大人やからね成人やからあ、まあ奈緒くんも出たいって言ってくれてるんで出てもらいましょう。師匠同士。ああもうぜひぜひ。アーティストからの あのあれは結構指示はあるんで。なるほど師匠同士よう分からんなほんまみんな何を聞いてんのかなほんまにいや出ていただきましょう。ぜひぜひ。はい、まあ、ということで、はい、25巻も、はい、終わり、無事終わり、無事終わりということで、はい、終わりますか。じゃあ、はい、終わりましょう。それでは、達也と大館家の塩年、また来週ガオ。時の中